アリシアシュレイは、ジャマイカのプロボクサー、キックボクサー。第4代、第6代 WBC 女子世界、スーパーバンタム級王者。1999年1月29日、アトランティックシティでのリサ・ハーワース戦でデビューし、2から1判定で勝利。しかし、5月20日の2戦目で、ドリス・ハックルに敗戦。2002年1月13日、初進出のラスベガスで、 レーラ・マッカーターと対戦し、引き分け。2月23日、ケルシー・ジェフリーズと空イのイーワブフ、世界フェザー級王座を争い、2から1判定で辛くも勝利。初タイトル獲得となった。8月27日、チーベル・ホールバックが持つ、今女子世界、スーパーフェザー級王座に挑むが0から3判定負け。11月15日、 マルセラー・クーニャとクーイのウィブフ世界、スーパーバンタム級王座を争い、2から1判定で勝利。2003年6月14日の初防衛戦として、再戦し、3から0判定勝利。11月15日、オーストリアでイスター商店に1から2判定で敗れ2度目の防衛失敗。2004年3月27日、ションデル・アルフレッドとガイアナでノンタイトルを戦い。 3から0判定勝利。その後、1年ボクシングを離れて、キックボクシングに参戦。2005年3月26日、エレナリードと対戦し、7回 TK を勝利。初の小勝ちであり、現在まで唯一。5月28日、ドイツでアレシア・グラフとウィブ・フグブー、世界バンタム級暫定王座を争い、2から1判定で暫定王座獲得。 10月21日、北朝鮮で柳名玉が持つ WBC 女子世界スーパーフライ級王座に挑むが0から3判定負け。2006年4月15日、中国で長期ツバメと空位のビバ世界バンタム級王座を争うが0から3判定負けで初の連敗。2008年6月12日、リサ・ブラウンが持つ アイフバ世界スーパーバンタム級王座に挑戦するも、1から2判定負け。2009年8月20日、アルゼンチンブエノスアイレスのエスタディオルナパルクで、マルセラー・クーニャが持つ、WBC 女子世界同級王者に挑むが、0から2判定負け。ニューヨークで2戦を戦って再起後、2011年7月23日に、クリスティーナ・ルイスとブロンクスで空位となった、同王座を争い。 三から零判定で WBC タイトル獲得。2012年3月17日、敵地メキシコでマリア・エレナ・ビラ・ロボスに判定勝利して初、防衛成功。2013年4月20日、敵地パナマで元 WBA 王者シャンテル・マルティネス相手に判定勝利して二度目の防衛成功。2014年9月6日、ジャッキー・ナバと対戦し、 二から0で判定負けを喫し王座防衛に失敗した。2015年10月29日、ニューヨーク市ブルックリンクのアビエーター、スポーツイベントセンターで、クリスティーナ・マクマホンと WBC 女子世界、スーパーバンタム級王座決定戦を行い、10回、三から0の判定勝ちを収め王座返り先に成功した。ありがとうございます。